え、現在、うつ病で通院しています。白木さんの考え方もで、ね、す自分のペースで仕事をしたり、周りの評価がある程度、議たようになりました。ただ、やる気が起きないときはたまります。仕事自体は嫌いではなく、やる気が下がるとき、が楽しいです。えー、通っている病院の先生は増薬を相談しても、これ以上は処方しない方がいいとのことです。中毒性のあるゼジピア、全臓 g p アセピン系などの抗安薬ではないです。続く、続くのか。はぁ、あ。え、また、セカンドオピニオンで他の病院も言っていましたが、先生との相性は悪いなと思いました。 話を聞かず薬を処方するだけでした。今の先生、信頼できますが、先生が一人しかいない病院です、えー。期限がある仕事があり、そこだけが周りの評価が気になります。えー、やる気が下がった時にどうしたらいいですかやる気が下がっている時は人と会うのも好きなことをやるのもどうです。どうすればよろしいでしょうか、えっと、増薬するのが良くないは多分正解だと思いますあの。結局その薬を飲んでる間だけテンションが高くなっているだけで、もともとのその,あのメンタル面は多分あの、その健常者みたいな状態にはなってないと思うんですよね。 なので、あの、相うつ病の相の状態で、今すげえ物事うまくいってるわっていう感じで、なんか、あの、このまま続くんだったらいいなと思ってると思うんですけど、あの、実態としてはまだちゃんと寛解はしてないと思うんですよね。なので、なるべく薬を減らしていったとしても、ちゃんと自信を持って生活できるっていう状態にした方がいいので、お医者さんの言うとり、だんだん薬を減らすっていう方向で、あ、俺薬なくても全然いけんじゃんっていう方向に回した方がいいんじゃないかなと思います。